みつこです。お忙しいこの時間にご一緒させていただき嬉しいです。いつもありがとうございます。この番組は私ががんを経験して出会った食や健康のスペシャリストの方々をお招きして、私がいただいたたくさんの情報や勇気を大切なあなたにもお届けしたい、そんな思いで放送しています。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ナビゲーターはミヤラジから斉藤あさみです。さあ、そして本日のゲストさんは今日なしね。今日なしね。はい、ということは、はい、今日は久しぶりのみつこスペシャ ル。イエーイ。ありがとうございます。なんと、11回目、うん、?11 回目です。なんかあの、前回が、はい、おそらく9月28日。そうそうそう。ということで、3ヶ月に1回ぐらいしかみつこスペシャルないにもかかわらずですよ、本当にこの番組が続いているんだなって思いますよね。前回のパート10、10回目のみつこスペシャルは、出場するはずだった三重国体が中止になったので、そうだ急遽そうそうそう、ね、ゲストさん決まってなくて、みつこスペシャルにしたんで、はい、そうなんですよ。今年はどうなんでしょうな。本当ですね。いろいろとじっくりとみつこさんのお話を聞くという、これはこれでまたね、貴重な回になりますので、お聞き逃しなくお願いしたいと思います。では2人でタイトルコールしましょう。心、体、健康、きれい情報番組、今からここからスタートです。インディアンフルートを始めてよかったなと思うことが2つ。楽しく吹きながら呼吸が深くなること、気持ちが穏やかになることです。心惹かれる笛の音色、これからの人生焦らずゆっくり楽しんでいけたらいいなと思っています。あなたも一緒にインディアンフルートを始めませんか？お問い合わせはカタカナでキャンサーズラブフルートで検索してください。この時間は今からここからお届けしています。エイトノットラウンジ、そして番組応援団の皆様のご提供です。本日も NPO 法人メディアアクセスサポートセンター様のご協力により、見るラジオ M プロジェクトリアルタイム字幕を配信しています。今からここからは聞こえの悪い方ともご一緒に楽しめる、お楽しみいただけるラジオです。字幕配信をご覧になりたい方は番組ホームページの UD トークアプリの画面からご覧ください。すべてのエンターテインメントに情報保障を、みんなで作る字幕 M プロジェクトに参加してみたい方は UD トークアプリをダウンロードしてお気軽にご参加ください。詳細は番組のホームページ、カタカナでエイトノットラウンジで検索お願いします。さあ、そして本日もメッセージをお待ちしています。メッセージの送り先はメールまたはファックスでミヤラジ宛てにお願いいたします。 E メールアドレスは数字で773@miyaraji.com、 ファックス番号は 028-666-7878。 またプラプラアプリでお聞きの方はメッセージボタンを押していただきますと簡単にメール送信できます。たくさんのメッセージをお待ちしています。みつこさん、今日はメッセージにみつこさんへの質問なんていうのもある方はぜひね、お添え書きいただきたいなと思うんですよ。質問も大募集中です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ドキドキということで、今日は3ヶ月ぶりのみつこスペシャルお届けしていきます。よろしくお願いします。
いつもですとねスタジオの私の横に美津子さんがお座りになって、うん、でねあの他の席にゲストさんなんて感じなんですけど、美津子スペシャルの時だけ私の真正面にそう美津子さんがいらっしゃるということで、うん、これもまた照れます行きましょう。なんかねこの、 あの新鮮ですよね。新鮮ですね、めちゃくちゃ、うん、はい、3ヶ月ありましたけれども、うん、前回の美津子スペシャルから、今日までの間に何か変わったことありましたか？いっぱい変わりましたけども、うん、本当にね日々いろいろ起こりますね。はい、ね番組この番組が始まってすぐの頃に4年半検診を受けましたっていう回があったんですよ、はい、でその後5年、うん、検診が無事終わって、はい、で5年経つと術後5年かな告知から5年じゃないと思うんだけど、うん、まあ、5年経つとがんサバイバーって言えるようになるんですって。うん、え5年まではなんていうの？なんでしょうね、はい、私もそこがすごい不思議だなと思うの、うんうんうん、がん患者じゃん、患者さんっていうことなんですかね。5年経つとサバイバーっていう、そう、これは称号みたいなことでよろしいんですかね。じゃあなんかそういう風に乗って5年なんだって、うんうん、なるほど、うんうん、はい。でも患者じゃないと思うんだよ ね。あ、じゃあちょっと曲の間に調べとこうかな。いや私調べたの。あ、なかなか出てこないですか、うん、適したワードがと思います。うーん、患者って単語って難しいですよね、うん、自分が患者だと思ってれば患者なんだと思うし、うんうん、ある意味違うと思っていれば違うような気がする。その病人だっていう認識とかも個々のなんというか感覚にもよって、うん、うん、ニュアンスがねだいぶ違うかもしれませんね。そうか。でもじゃあ5年でがんサバイバーっていうことになるらしいんですよ、うん、それが2年前そうですよね、うん、そう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 、うん、そう、うん、昨日今日で7年検診受けてきたんですよね、はい、昨日今日、はい、今日もがんセンター行ってきたんですよ。なんと、うんうんうん、はい結果っていうのはすぐ出るものなんですか？ね、はい、昨日血液検査、触診と血液検査をやったんですよね、はい、で血液検査の結果はもう出てて、うん、触診も問題なし、はい、で血液検査の結果が OK だったので、うん、その後マンモグラフィーとレントゲンとエコーの予約を入れるんですよ、はい、でいつもだったら、はい、例えば5年検診の時とか6年検診の時は、はい、その同じ日に血液検査、うん、はい OK でした、じゃあ午後予約取りましょうで入りました、うん、で1日で終わってるんですけど、今年7年検診はちょっと急患の方とか入とかがね入ったりして、はい、待ち時間もね、あ次自分かなと思ってると休館入りましたみたいな、うん、おうみたいな待たされたりして、そんな日だったので午後予約が取れなくて、うん、で今日また行ってきたんですけどね、2日にわたって、うんうんうん、これはコロナ禍の影響っていうのもあるんですかね。いや、それとはまた違うのかな。それは違うんじゃないかしらね、うん、たまたまその早期に、まあ、検査を進めたい方っていうのが、はい、ちょうどいらしたんじゃないかしらね、うんうん、と思ってるんですけど。なるほど、はいはいはい、うん、そうするとまあ今日まで検診いろいろね、うん、されて、うん、して、うん、で今日の結果っていうのは2週間後また電話で聞くんですよ、うんうん、じゃあまたその結果が出た頃にご報告いただかなくちゃですね、うん、はい、ご自身の感覚としては全然ないですね、うん、だから、うんうん、これいろいろ言う人がやっぱりいらっしゃるんですよ、はい、検診っていうものに対して、うんうんうん、ね、その私もいつまでこれを受けるのかとか、はい、やっぱりこう、うん、やっぱり自分で決めることだから、うん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 、安心のためにマンモグラフィーを毎年1年ごとにやるのが必要だと思えばやるし、はい、全く不調がないのに、うんうん、検査して見つけていく、見つけられればまあいいですけど、その辺がね、やっぱり自分自身の捉え方だかなって思っているので、うん、それはずっと考え続けながら行こうかなって思ってる、うん、なるほど、はい、もう受けるもんだって鼻から決めているのとはちょっと違うだろうなと思うので、はい、うん、そこは見つめながら過ごしていこうと思ってるんです、うんうんうん、
やっぱりあの日々自分の体と相談しているからこそ、うん、ちょっと7年経ってこの先は検診どうしようかなっていう思いになってきたっていうことですかね。手術の時に入院している時に先生から言われたのが、はいはい、再発を予防するためには自己検診が最も重要だって言われたんですよ。自己検診、うんうん、自分で気づいていくこと、はあ、だから、まあ、何年に1回検診を受けるんだからとか、うんまあ、今度何月に受けるんだからって誰かが見つけてくれるからって思っているのではダメだっていうこと。あ、そこも人任せじゃダメだよっていうことですね。まあ自分の体ですから ね。ですよね、うんうん、でまあ個人的な感じですけど、感覚ですけど、はい、私はもう40歳でがんのステージ2以降まで行ったっていうのは、うん、何度も何度も体はメッセージを出してきてくれてたんですよ、うんうん、冷え性だったとか、うん、もうずっとね体のつま先とかね、うん、冷たいなとかって思ってることとか、うん、あとは生理に関することとか、はい、生理痛とかね、まあ不妊だったりとか、うん、いろんなことで健全っていうか健康っていうか、うんうん、本当にいい調子で体のシステムが回ってないっていうことを、はい、教えてくれてたんですよね、うん、もうずっと何年も前から、うん、だけどその時点でずっと目をつぶってきたり、うん、今はそれじゃないって、うん、踏みつけて走ったりとか、うん、優先順位が違っちゃってたっていう感じですかね。サインにはじゃあ気づいてた。気づいてるとは言わないですよね。それって振り返ってみると無視してるってことですよね、うん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 、そっかそっか。そうでいよいよついに本当にためにためて体がそこまで来たんだなって私はね、うん、思ったので、うんうん、だからまあ私は検診じゃなくて、うん、自分でしこりを見つけたんですけど、はい、うん、本当にあの日あの時にふっと見つけられたからラッキーだったなって思いますね、うん、その日も本当に忙しくて、うん、次の日も次の日も1週間も1ヶ月1年ずっと慌ただしく自分の体のことをね思うっていう時がなく過ぎていればもっと本当に進んで進行してしまって、うん、今のようにはね、うん、生きていなかったかなって思うので、うんうん、やっぱりその入院中に言われた、はい、自己検診が最も重要だって言われたことを私はその通りだって思ってます、うん、だから検診受けてればいいんだっていう、うん、そういう気持ちでいない。なるほど、うんうんうん、自分でちゃんと自分の内側を見つめていくんだって、はい、そう思ってるっていうことですね、うんうんうん、だから検診がそのないがしろにするって意味じゃなくて、ね、それよりもこっちを大事に、うんうんしていきたいって思っているっていうことです、うん、はい、本当にこの辺の経緯っていうのは、うん、今までの三つ子スペシャルでこうおいりよりでお話しくださってるので、うん、気になる方はアーカイブを聞いていただくとよりその自己検診がいかに大事かっていうことを、うん、知っていただけるんじゃないかなと思いますね、うん、で4年半検診から5年っていう、はい、間この5年までのスパンは、うん、結構検診きっちり行かなきゃいけないなんていうかシステムがあるんですか。5年までは半年、うん、半年でしたね、うん、で5年以降は1年。それはどこまでが任意なん、どこからが任意っていうか、ああ任意、はい、自分の意思で行くか行かないか決められるっていう。あ、それはいつでもですよね。そういうことなんだ。それはだって、うんうん、強制とか、うんうん、なんて言うんだろう、規制を受けてるものじゃないから、うんうんうん、まあ、薬を飲む飲まないもそうだし、うんうん、それは全部自分の自己責任だから、うんうんうん、じゃあ来てくださいねって言うけど、うん、言われますけど、うん、でそれで行くか行かないかの選択は自分でしょ、うん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 、そうすると7年検診行かれて、うん、まあ、ちょっと結果ねまだ2週間後にはなりますけど、今の感覚としては来年以降もやっぱり年に一度は行こうかなっていう感じ。私は、うん、
今はそう思ってます、うんうん、10年までは行こうかなと、うん、というのはやっぱりその西洋医学の機器っていうのは機械類とか技術ってやっぱり素晴らしい、どう考えても素晴らしいですよね、うんうん、で見えないものが見えるわけだし、うん、本当に触って乳がんのしこりで言えば自分の手で見つけられるのは2センチ以上ないと見つけられないって言われていて、うん、一般的にそれってステージ2を超えちゃうんですよ、はい、そうすると、まあ、治療の選択肢もどんどんその大きくなったり重症化すると選択肢が減っていくわけですけど、うんうん、その検診、一般的なそのマンモグラフィーとかエコーとかっていう検診であれば、はい、ステージ0とか1で見つけられて、うん、自分のなんていうの、指では見つけられない、自分の感覚では見つけられない、うん、気づかないものが見つけられるわけですから、うんうん、それは頼って、そこまでね技術が進歩してきたわけですから、うん、それは適切に利用したらいいと思うんですよ、はい、ね、うん、まあ医療費の問題とかね、うん、非常に複雑ですけども、そうですね、自己検診はまあ常に意識しつつという感じで、うん、まあ、年に一度はしっかり見てもらおうかと。で、なんか合わせて年に一度主治医の先生にお会いするわけでしょ。そう、それが楽しみなんです、うん、私そうかなと思った5年検診から6年になった時に、うん、まあ、先生も嬉しかったと思うんですけど美津子さんがとんでもなく活躍してるっていう、なんていうんですかね、報告が聞けるっていうのが、だから6年の時ってミセスジャパンでしたっけ、何の報告、はい、5年を記念してミセスジャパンに出たんですよ。あ、そうか、ミセスジャパンのことは多分、うんうん、がんセンターの先生に言ってないと思う。本当ですか、うん、それ一番言った方がいい、見せたいですドレス姿どうなんだろうね。じゃあ6年の時国体かな、国体選手に選ばれたっていう。そうですね、多分、うん、三重国体の栃木県代表として頑張ってますっていうことは言ったと思うんですよね、うん、はい、その時はもうえっつってなんか検診の度にびっくりしてましたね、うん、なんていうか思いがけない活躍の方向にその振り幅が大きいというか、いろんなこう、うん、選択肢をピックアップして活躍されてるの、うん、先生も嬉しいだろうなと思いますね。そうですねまあそうですよね、うん、まあ、うん、自分で切った患者さんが、うん、はい、うん、触って分かりますからね、お医者さん、うん、私の主治医の先生は、うん、すごいベテランで、はい、まあ、栃木県で乳がんって検索するとトップに出てくる、たまたまその先生にお世話になってるんですけど、はい、そういう本当に1日とか 1年で何人もの患者さんに触れてるわけです、触診で。だからその人の体温とか、うん、その鼓動っていうか、うん、そのなんていうか生きる命のエネルギーみたいのを本当気じゃないですけど、はい、そういうベテランの先生って感じられると思うんです、うん、まず体温が違うと思うから、うん、はい、私もがんセンターに最初に行った時は35度台だったわけですよ、はい、まだ食のこととか体のことって全然勉強しないで行ってるわけですから、うん、35度台のがんになってる体を触るのと、はい、今36度後半とかの患者さんを触るのでは、うん、あ、この中の体はこう違って変わってるっていうことを先生は分かると思うんですよね、うんうん、思い込みですけど、分かりますかって聞いてませんけど、うんうん、分かるだろうなって思ってる、うん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 、そう、そして、まあ、栃木国体で出たら応援してくださいって言って、はい、7年目今回は その話題を、うん、いや本当に本当ですよね、もう秋ですからね、本当ですね、すごいですね、やばいですねまあ、触診とかでもねいろいろとお分かりになるでしょうけど、うん、まあ、本当に術後の元気なお姿っていうか、もう表情一つ見ただけで、うん、やっぱりその方がね今どれだけ生き生きと過ごされているか分かると思いますから、うん、そうですよね、うん、もうそのね先生がね、はい、60歳超えてるんですけど、うん、本当に男性ですからノーメイクですよね、はい、プルプルでツヤツヤで、はい、ほっとしたほっぺたの色をしてて、あ、そうなんですか、本当に
退院する時だったかな、うん、あの処方箋はもう先生が毎日やってることを教えてくださいって言ったんですよ私日々、何をすごい説得力のあるプルプルお肌なの。そうなんですよ確かにそれは聞きたい、うん、なんか他にもいろいろ聞きたいことありますね。先生来ないかなスタジオにね、思っちゃいますよね。定年 退職したら来てくださいって言いたいですよね、まあ、確かにいろいろ今はちょっと忙しいからそう、ね、呼びできないかなって。うん、あなんかねそうかまた8年目の検診も、ね、どんなご報告をされるのか美津子さんがそれも楽しみ、はいね、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと2週間後の結果も、うん、あの楽しみにというところで1曲いきましょうか、はい、今日は2曲間に、ね、流すんですね。そうですね、はいはい、選んでいただいた曲ベロベアーズの曲ですが、はい、1曲目カタシグレという曲を選んでくださいました。なんか選んだ理由ありますか。そのカタシグレっていう曲は、はい、そのこう広い空を見た時にこちらの方では雨が降っていて、うん、他方では晴れ間が指してるっていうような、はい、そういう情景のことをカタシグレっていうらしいんですけど、うん、まあそういう光景も思い浮かぶんですが、その本当にね目まぐるしくというか、はい、この曲を聴いていただくとすごくこの曇天の鉛色の空かなと思いきやさーっと天使のはしごが降りるような晴れ間が指したり、うん、あのまた冷たい風がヒューッと吹き込んだなと思ったら、うん、あの日の出の時のね外とは寒いんだけど日が当たった途端にほわっと暖かくなるようなとか、うん、そういうなんていうかコロコロと同じ場所にいてもこう変わっていくような感じの曲なんです。どん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 移り変わっていく、それが、はい、うん、心情だなって私は思って、うん、同じ一つの物語が起こってて、はい、まあ、例えばがんになる一つのこととか日々同じことが起こっているのに、うん、取りようによっては曇り空に取れて、うん、一つはあの感謝というかありがたいっていうものに取れたりっていう、はい、その心情の二面性を感じる歌なので、うんうん、それを、まあ、それぞれにじゃあね、うん、感じ取っていただいて、まあ、7年間思って、はいはい、情景を思い浮かべながら聞きたいと思います。ではお届けします。ベローベアーズでカタシグレ。冬眠から目覚めたクマたち、その喜びの音。ベローベアーズファーストアルバムついに完成。アコーディオン、ギター、そしてパーカッションが織りなすアコースティックサウンドを存分に堪能できる全10曲好評発売中。ベローベアーズの CD 通販&視聴サイトは栃木イケメンギタリスト、栃木イケメンギタリストで検索。今からここから、この時間は今からここからお届けしています。エイトノットラウンジ、そして番組応援団の皆様のご提供です。本日の番組応援団です。オーガニック食品とオーガニックデリのララカフェ、福島県食育協会理事斉藤俊恵さん、高根沢皮膚科クリニック、ワイルドキッチンくまくま&巻き餃子専門店大正堂、おいしいね楽しいね、嘘をつかない豆腐、国産手作り豆腐の大豆の館、美味しい野菜とこだわりの素材で作る男の手料理うふふパイプレストデュエ、あなたの日常に音楽を奏でる喜びを、岩崎和弘ギター教室、キャンサーズプロジェクト、心体ライフの学び屋ここかライフ広場、群馬でガン茶が味わえる店ティールームトパス、以上の皆さんです。いつもありがとうございます。今からここからは
皆様のご支援により放送しております。番組スポンサー個人応援団随時募集中です。よろしくお願いします。続きまして、医療法人高根沢皮膚科クリニックからのご案内です。あらゆる年齢層やライフスタイルにおける皮膚のお悩みにお答えし、皮膚科として専門性を生かした医療をご提供いたします。高根沢町宝石台でお待ちしております。さあ、本日は三つ子スペシャルお届けしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。メッセージ来ました。ありがとうございます。はい、ご紹介します。ラジオネームキャンサーズ隊員さんです。こんばんは。こんばんは。こんばんは。私も胆管がんの手術からあと3ヶ月で丸5年、先日の検診ではすべて異常なし、4月には晴れてがんサバイバーの称号が与えられます。今キャンサーズで皆さんと演奏できるなんて夢のようです、とのメッセージです。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、私7年検診でがんセンターの待合のね椅子に座りながら思ったのは、はい、うん、私がんをやらなかったら、はい、この番組も当然やってないし、うんうん、国体にね出ようかなとか、はい、ヨットもう一回やろうかなとか、うん、そこまで踏み出せてなかったと思うし、ミセスジャパンもね、はい、やっぱりその片胸がなくても美っていうものは減点じゃないってやっぱ言いたくて出たから、うん、がんやってなかったら出なかったと思うし、うん、うん、キャンサーズもね、うん、キャンサーズ残念ながらがんになれない方は入れませんからね。そうなんですよ。私ね、その言い方大好きなんですよ。いいでしょこれ、私そう。そういつもね、あの隊長がね、残念ながら斉藤さんは入れないよ、まだがんになってないんだからね。そう、うん、なんかでも本当にあのポジティブなメッセージをたくさん発信してくださっている三つ子と愉快な仲間たちの皆さんがあのスタジオにねたくさん来てくださって、本当にこうがんになったからこそ出会えたご縁っていうのは結構大きいんじゃないですか。まあ、いろんな活躍もそうですけど、そうですね、これ、うん、背中を押してくれる応援団が本当にあのたくさんいらっしゃるなって、はい、あの感じてますけども。そうですね、まあ、何をきっかけにしても必然で、やっぱりその何かがあったから出会えた人って絶対あるじゃないですか。がん、うんうん、まあ、はその一つの出会いのきっかけではあると思うんですけども、はい、何が違うかっていうと、がんサバイバーの会として何が違うかっていうと、もう全員が一生は一回しかないぞって肝に銘じてるってことですよね。もう誰もストップかけない、誰もブレーキ踏まない、はい、もうやろうって言ったらやる。ね、あのデモとか言う人誰もいませんからね、はい、それが集ってるってね、3人集まればっていう感じで、うんうん、あの本当に行こう行こうって、はい、その感じが素晴らしい。その躊躇している暇ないんだよっていう感じですか。、うん、ためらっている場合じゃないよっていう、ね、うん、そう、今が一番人生で若いんだからとかね、うんうん、確かにいろいろこうね名言いただきますね毎回ね。そうですね、それは本当そうだな、うん、その仲間は本当にありがたいです。うん、うん、キャンサーズの活動もまたこれからもね、うん、広がっていくでしょうしね。そうですね、うんうんうん、本当にそのずっとメンバー募集してまして、はい、あのがんを経験してね、はい、がんサバイバーの集まりですから、うん、楽しくねみんなで分かち合いながら、はい、うんうんうん、やっていけたらいいなって、うん、あの私が思ったのは、この今40もうすぐ8になろうとしている時に、はい、あ、この音色って本当に素敵だなとか、うん、あ、音楽ってこんな風に楽しいんだとかって思ったことって、はい、もうすぐ飽きたりとか嫌いになったりってしないと思うんですよ。今大人になってね、うん、好きだなこれいいなって思ったものって、うん、多分一生好きな感覚だなと思って、うん、だから別に慌てなくていい、ずっとゆっくり少しずつ楽しんでいけばいいんだなって、うん、そう思ってます。うん、うん、
一緒にって思ってる人いると思うんですよね、うん、で残念ながらがんに、ま、なれなかった人も、はい、なれますから仲間たちに入れますから、ね、ぜひですよね、うんうん、そしてがんサバイバーでご一緒したいという方がいらっしゃれば、うん、退院数どんどん増えていくわけでしょ。そうですよね、うん、メディカルカフェとかに私が行った経験からすると、はい、その患者さんのご家族とかもやっぱりこの思いをね分かち合いたいっていうところがあったりするかもしれないので、うんはい、そういった方もねよかったらぜひって思ってますけど、はいうんうん、本当に笛のスキルがなくても、うん、すぐに音が出ますから、ね、ちかさんもね私 も, 見たもんねそうこのスタジオで初めて吹かせてもらってすぐ音出ましたから、うん、ぜひ本当にためらわず躊躇なく、はい、ね手を挙げていただけたらと、はい、キャンサーズの情報はどこで発信してくださってるんですか。ホームページもありますし、うん、Facebook ページもありますし、はいはい、カタカナで、うん、キャンサーズラブフルートで検索していただけると出ます、うん、はい、はいね、どんな活動されてるかも情報発信してくださってますのでぜひチェックしてください、はい、さあメッセージ来ました。ありがとうございます。ラジオネーム今からここからさんですこんばんは。こんばんは。こんばんは。みつこさん、あさみさん、いつも本当にありがとうございます。今日はみつこスペシャル。いつもと違った流れでこの感じもとっても素敵です。ゆるゆるみつこさん、にっこりって書いてありますよ。みつこさんは本当にいろいろと行動していますが、どのようにお時間を作っているのですか。わ、どこでもドアを持っているみたい。風の時代と言われる今、学生の頃には感じなかった時の流れの速さ、うん、大切に過ごしていきたいですね。これからもみつこさん、あさみさん頑張ってくださいませ、ということでありがとうございます。ありがとうございます。本当そう、躊躇なくいろんなことにチャレンジされるお姿っていうのは、うん、本当にいろんな方に勇気を与え、そして励みにもなってるんですが、うん、忙しいだろうなって、なんかすごいこう、うん、ハードスケジュールじゃないかしらと思ってますけど、うん、ちょっとずつなんですよね、うん、日常にしてしまえばそれが当たり前になってくるっていうのが分かってきました、うん、このラジオも絶対こんなできっこないと思って、毎週毎週1時間私にできっこないって思って始めましたけど、こう続けて継続すればそれが当たり前のベースになるんですよ、うん、だからの慣れるっていうか、はい、それができればもう一個次に積み重ねられるっていうか、うん、そんな風にいろいろやってきたのかなって思うんですよね。どこでもドアは持ってない。持ってないですね。私も欲しいんですけど時間を生み出してるね。時間は、ね、だいぶ切り捨ててるものもあります。だから選択ですよね。うん、うん、今なんかラジオもやってらっしゃいますが、国体選手としての、はいまあ、練習なんかも結構いよいよ大詰めじゃないですか。そうなんですよね、うん、本当に追い詰められておりますねどこでやってんですか。11月の末に渡良瀬遊水地での練習を終えまして、いよいよヨットというか船を千葉の稲毛ヨットハーバーへ、はい、運んだんですよ。だから11月末からは千葉が練習会場になってまして、うん、いや本当に楽しいそれはヨットっていう、はい、そのスポーツっていうかそのことが楽しいっていうのもあるけど、うん、それ以上とも言い難いけれども、はい、人との出会いがとっても面白い。怖いんですよ最初は、うん、ね、東京湾遊水地と海ではもう全然、うんうんうん、全然違いますね。違いますか。全然違いますね、はい、そうですよね、だから東京湾だから、うんうん、ある程度その波っていうのは太平洋に比べればちょっと消されてきてるんですけども、うん、やっぱり遊水地とは違う潮もあるし、うん、でね、そんなずっと乗ってられ来られた方々のところへ混ぜてくださいって行くわけですから、はい、皆さん上手なところへね、私みたいのがこう行ったらなんていろいろ思ってんですよ。だけど行ったらようこそって、うん、女性のねセーラーがいないから、はあ、わ嬉しいわって言ってくださる方もいらっしゃるし、うんうん、ようこそって迎え入れてくれるのが、仲間が増えて嬉しいよって、うんね、一緒にやろうよって入れてくれるっていうのが本当に嬉しいですね。
ユースイッチの時もそうでしたけどね、はい、こんな四半世紀ぶりにね、うん、始める人のことをね、うん、まだ若い子だったらいいけど、こんなのが行ってね、どうなんだろうって思ってたけど、ようこそっていろいろ教えてくれたりして、本当にありがたいなって思う。あ、うん、いいですね。なんか本当、はい、いろんなことをされて、まあ渡良瀬遊水地もまあまあ距離ありますけど、千葉県ですからね、うん、またいよいよちょっとこう時間がストイックというか、うん、うん、時間管理も大変でしょうけれども、はい、でも楽しいから、ご安全にね楽しんでいただいて、頑張るし、うん、あと栃木県と海っていうのの関係性とかを改めて知ることになった、はい、うん、今私たちは男体山とか日光連山とか那須の山々とかを毎日毎日眺めながら暮らしているけど、うん、遠く離れた千葉県や東京湾にここから流れていったね、利根川の水とか渡良瀬鬼怒川全部流れ込んでいくんだっていうことをすごく感じる。ここで流したものが全て海にたどり着くんだって、見えないものも見えるものも全部あそこへ行くんだって、山と海、そのまあ、日本列島って山と海じゃないですか。あ、こういう国なんだって思う。なんかそういったところにね、意識を馳せるっていうのがやっぱり光子さんらしいなと思いますね。そういう感性を、うん、あのこの番組以外でもどんどんと発信してってほしいなと思う。はい、はい、なんか本当にそういう気づきのね、機会を与えていただけてありがたいなと思いますね。ね、なんかこう体を作っているもの、やっぱりそういったことにすごく意識が高いからこそ感じる思いかなとも思ったりしますしね、うん、まあ、うん、若い栃木県のね、若い子たちにもそういう、うん、ここと、うん、栃木県と海がつながってるんだっていうのを感じてほしいなって、うん、そんな風に思いますね、はい、本当なんかこれから秋に向けてますます楽しみ、うん、はい、ね、あのいろんな情報をお伝えいただきたいですけど、どうしますか、あのね、曲を削るというあの選択肢もありますよ。残念ですね、もう一曲かけたかったんですけど。どうしましょうか。じゃあ一曲でいきますか、うん、今日は。そうしましょうか、はい、お届けする予定だった曲を BGM にするという手もあります。そうしましょうか、はい、いいですか。ちょっとねこの辺からじゃあ BGM 切り替えて、うん、本来ちょっと一曲聴いてもらう予定でしたが、私たちの声の後ろで流していただきましょうか。じゃあちょっと最初だけいただいて、はい、そうですね、はい、じゃあちょっとちらっとこう途中まで聴いてもらったら、うんうん、ね、はい、はい、いいですかね、うん、ベロベアーズの曲ですが、続いてお届けする予定だった曲はジャーニー・ザ・ネイル・マーク・ジグという曲。これは2曲がメドレーみたいになってるのかな。そうですね、途中でなんかこう曲調というか変わるんですよね、はい、うんうんうん、じゃあなんかちょっと冒頭だけちらっと聞いていただきますかね、はい、はい、ではお聞きください。ベロベアーズのジャーニーザネイルマークジグをお聞きいただいておりますが、はい、これを BGM にしながら、うん、はい、お話を進めていきたいなと思います。そうですね、番組の、はい、この BGM、うん、風待ちロマンスっていう曲が前半に流れてまして、はい、後半がスープオンファンっていう曲なんですけどね、うん、いつも毎回毎回放送で流れている BGM とオリジナルジングル、はい、今からここからっていうジングルを作成していただいているのが、うん、栃木イケメンギタリストの岩崎和弘さんなんですけれども、はい、そちらの岩崎さんとアコーディオンの藤野由香さん、この番組もね何度もご出演いただいてるんですけども、そうですね、お二人のユニットがベローベアーズ、はい、でファーストアルバムができまして、うん、ね、今リリースされましたのでバンバビジョンでも CM が流れているということですけどもね、うん、はい、そちらのアルバムリノリノから2曲選びました、うん、今日は、はい、このアルバムがねまたジャケット可愛いんですよ。新井マリアさんのイラストです。いろいろとこう栃木県のアーティスティックがギュッと詰まってますから、うん、ギュッと詰まってますね、はい。ぜひお楽しみいただきながらお話を聞きたいなと思うんですけど、はい、うん、光子スペシャルって意外と貴重なんですよ。そうですね、そうレアなんですよね。レア回ですからねいろんな話題が豊富な光子さんですけど、うんうん、実は大豆作りもしてたと、はい、いうことなんですよね、うん、これ大豆部、はい、宇都宮支部、はい、はい、ね、令和3年
は、はい、令和2年は畑を借りて、はい、いろんな野菜にチャレンジしたんですけども、うんうん、あのみつこさんトウモロコシ担当でしたっけ、ね、大好きなトウモロコシ担当、いろんな方とね共同で畑を開墾され、そうなんです、美味しい野菜を育て、うんうん、で今年は国体関係で忙しいので、はい、もう大豆に1本で絞ってやりましょうということで、うんうんうん、はい、収穫無事にできまして、おめでとうございます。ありがとうございますね、うん、本当に大豆ってすごいですね、農家さん、このゲストさんに、はい、何人もいらっしゃる方で、ね、大豆は大いなる豆と書くんだって教わりましてね、うん、はい、本当にね、私巻いただけなんですよ、畑に、うん、穴掘って、ポチポチっと巻い3粒ずつ巻いてっただけなんですよ、はい、それが重要ですよ。そしたら芽がちゃんと3本出て、うん、はい、花が咲いて大豆になったんですよね、うん、私ちょっと何回か草抜いたぐらいですよ。それは誰かにご指導いただいて、穴の掘り方とか、うん、そうですね、うん、あの大豆部本店って言わないですよね、あの、はい、番組にもご出演いただいた真岡市のまんまる農園さんが、うんうん、はい、プロが、うん、あの本拠地ですから、はい、いろいろご指導くださって教えていただいて、やっぱりね、それも効果が発揮して大収穫って感じですよね。何でも聞けるってありがたいですよね。あ、確かに。そして私は別にその農業が本業じゃないじゃないですか、うん、だけどちょっとずつちょっとやるっていうのはできるんだなと思って、うん、反応反何何とかって流行ってますけど、うんうん、半までいかなくても 0.3 農ぐらいはできるんだなとか思って、あ、うん、そう、大豆部っていうのはメンバーがいるわけですか、何人か。今んとこ2人。あ、お二人でだから量は少ないんですけど、はい、まあ、でも本当に思った以上に収穫できて、やることに価値がありますから、うんうん、そしてね、ついに明日、はいはい、その大豆を使って味噌を作るんですよ、うん、なんと貴重な。そうで、麹もね、はい、そこで取れた龍福町で取れた日本バレっていう、はい、その古来から日本人が食べてきた、うんうんうん、はい、お米の品種で在来のもの、うん、玄米で三分付きぐらいにして麹を作り、はい、それを使ってお味噌作るんですよ。その宇都宮産なんですよ、麹も。地産地消なんてもんじゃないですね。も、うん、ものすごい、あの、大事な大豆。そう、うん、ね、それがなんていうか、その耕作放棄地で、はい、あの農業法人を介してシードオブライフ合同会社さんっていうんですけど、はい、そちらをお返してね、うんうんうん、あの作らせていただいてるんですけど、はい、あ、なんかこういうの広がるといいなって思いました ね。いきなりその食料の自給が大事だとか、うんうんうん、あの食料危機がとかってどうしようって、はい、いきなり農家にはなれない今の社会生活をしながらちょっとやるっていう、うん、そしていろんな職業の人が集って、うんうん、自分の都合のいい時をこう重ね合わせて農業をね、こうシェアする農業って野原さんが言って、あの森の扉の野原さんがおっしゃってますけど、みんなでちょっとずつ力を合わせて作っていくって、うん、あ、楽しいし、うん、あの食べ物になるし、うん、いいなって、なんかこの時代になって関心が高まってるような気がしますね、うんうん、どんどんと発信していけたらいいかもしれない。そう、何しろやっぱりみつこさんってご自身で実践されてるっていうのが何よりの説得力ですよね。そして楽しんでるっていうね、うんうん、楽しいですよ本当に、どれもこれも、はい、ちょっと味噌作りもその後を知らなきゃなって今思いました。うん、はい、そう、最近思っているのは、うん、安心安全とかっていうじゃないですか、はい、そういう言葉あるじゃないですか。安全っていうのは物理的に作れるんだなって思ってて、うん、まあその柵の面とかいろんなことで、はい、その 物証っていうか物理的なもので安全っていうのは得られるんだけど、うん、安心っていうのは人と人のつながりでしか生まれないなって、うん、心のつながりでしか安心って生まれないなって思ってて、うんうんうん、でそのがんにならない、病気にならない生き方、うん、みんなで健やかに生きたいなって思った時に、うん、この安心っていうのがすごく重要だって、はあ、うん、そんな風にね、うん、思ってますよね。うん、うん、これからも
ちょっとこの番組ではそうしたこう美津子さんの、紡いできたこうご縁っていうんですかね、の中から安心を提供してくださる方がたくさん登場するのかなと思ってるんですけど、こう今後のこの番組の展望みたいなものも美津子さんはあったりしますか？あ、ちょっと最後にね、ちょっと時間なくなっちゃったけど、はい、まあ、来週は私が本当にお世話になった、福島県食育協会理事の斉藤俊恵先生がいらっしゃるので、はい、まあ、本当に個人の栄養のことというか、を教わるんですけども、まあ、引き続きね、どんどんそのなんて言うんでしょうね、たくさん農家さんとか、いろいろ食に関わる方がご出演いただきますけれども、はい、この番組が始まって3年近くの間に、はい、まあ、コロナとかでね、すごいいろいろ表面的にも変わってはいるけれども、まあ、ただ淡々と日々っていうのは過ぎてますけど、この中で種子法とか種苗法とか銀行法とか、非常に法律面がぐっと変わって、食料問題とかね、はい、これはどうなんだって感じるところがすごく大きいので、さまざまなね、実際に動かれている方々、現場で感じていらっしゃる声っていうのを聞きながら、はい、私も一緒に考えて勉強させていただいて考えていきたいなって、そういうふうに思ってます。はい、はい、うん、なんかこれからもすごくいろんな方の、すごく貴重なお話を伺いそうなので、はい、楽しみです。ご一緒に勉強させていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ぜひ皆様もお聞き逃しなく。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。美津子スペシャルお届けしてまいりましたが、本当にあっという間の1時間で、はい、エンディング曲流れ始めています。本日も池田信也のアメイジンググレイスを聞きながらお別れいたします。ではタイトルコールご一緒にお願いいたします。はい、心体健康きれい情報番組、今からここから。ありがとうございました。ありがとうございました。また来週お元気で、またラジオでお会いしましょう。